井上信幸は、ゲームクリエイター、シナリオライター、福岡県久留米市出身、九州デザイナー学院出身卒、さよならおやすみ、株式会社代表取締役、タツノコプロ制作のアニメ、タイムボカンシリーズが好きで、上京後1986年4月に、竜の子アニメ技術研究所に入社、アニメーターとなるが、1年後の1987年5月には、 大社。その後、漫画家の有賀がて人友永秀樹高月伊佐村のもとでアシスタントを務める。その間、猫、山田博ろのペンネームで投稿した作品、ジャングルキッズが、1988年の週刊少年ジャンプホップステップ少年館順、グランプリに選ばれ、同志の増刊号に掲載された経験を持つ。また、日本ソフトバンクのゲーム誌、 ビープの1989年4月号6月号のドラゴンクエスト4記事中に4コマ漫画を連載した。1988年6月、TBSK 深夜番組、オフィスヒット番組にて、出演者の堀ユー二が行ったゲームデザイナー育成企画に応募。全国200人の応募者の中から残った5人でゲームデザイナー集団、UG ボーイズを結成する。ちなみに、 同グループには、04チャンプシリーズ制作を経て、ワークジャムを設立した、神長豊も所属していた。その後、エピックソニーレコードで、ゲーム制作のアシスタントとなり、ファミリーコンピュータ版、ソルスティストの制作に携わった後、1990年に、スクウェアに入社。佐賀に秘宝伝説のデバッグの後、開発に携わり、ファイナルファンタジー4の、 プチメテオプチフレアの名称考案、ロマンシングサガの回転キックのキメフォーズ、半熟英雄の卵召喚時の周りを回る演出などアイディアを生み出していく。ライターとしては、ライブはライブのシナリオとバトル担当として関わり、ファイナルファンタジータクティクス内のサウンドノベル、聖剣伝説レジェンドオブマナの脚本を書く。聖剣伝説レジェンドオブマナの売れ行き不思にや、 同時期に発売された、ファイナルファンタジー8の記録的売り上げに対する、スクウェアの戦略変更に反発した社員を連れて、スクウェアを退社、亀岡真一らと共に新会社ブラウニー・ブラウンを設立、取締役に就任した。ブラウニー・ブラウンの第一作目、マジカル・バケーションでは、脚本、演出、総監督を担当。糸井重里脚本のゲームボーイ・アドバンス。 マザーさん、任天堂 DS、マジカルバケーション5つの星が並ぶときではディレクターを担当。2012年4月24日、さよならお休み、株式会社を設立、代表取締役に就任した。ありがとうございます。